入る。まずはじめは篠部から用意を出す。行くぞ。お、いいぞ。ほう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 。何やってんのおめえ。何やってんのよ。ただいまよりすのべを行う。おめえは人でやるだよ、バカタリが。あ、確かに。あれ見てるだよ。ほう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 。何やってんのおめえ。スノベを行う。うるせえよ、おめえは。おめえはそのでっけえやつよ。私こっちですか。お前それで伸ばして俺が形を整えるんだよ、わかんねえな、おめえ。失礼いたしました。何やってんのおめえは。失礼いたしました、バータリマン。冷めちゃった。いいぞ。いいぞ。ほう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 。痛いでしょ、これでやったら。何やってんだよ、おめえ。トンカツで叩いたら痛いでしょ。なんで打てねえんだよ、おめえは。重いからタイミングが取れないの。カーリベッタン、カーリベッタンに打つんだよ、おめえ。カーリベッタン、なんでおめえは。何やってんだぞ、カーリベッタン。怒るで、伊藤さんは。怒っていいでしょ。バカに。悪いでしょ、やりましたじゃん。やりましたよ。やりますよ。何を。行くぞ。はぁ、あ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 。ほう。あー、はい、手が手が手が、あー、こんなんなあー。もうじゃんけんパーしか出ない。じゃんけんポー。何やってんだよおめえは。痛いっちゅうの、それで殴ったら。あ、痛いっしょ、それ。何を考えてるの。君わかんねえのかおめえ。カーリバグにぺったんぺったんってこれ打つんだよ。わかりました。わってんのかめや。痛い。この野郎。潰れちゃった。行くぞ。冷めちゃった、ちょっと温めるからな。よし。ほう。ああ。ああ。ああ。花の、なんだ、舐めないよお前。花の、花の卵子どこにあるんだお前。ノーフンナ、ノーフンナくれ。ハウン、ハウンにはいねえのに。ハッチーにゃー。あ、穴が塞がっちゃった。うんこが出ない。鼻の、鼻の難物が俺やったらねえが、バカ野郎。あ、ノーフィングねえんだよ。なんか、空気が、お前らに広がねえんだよ。あ、やります。こんなもんが、脳がおむねんだよ、やろう。いくろ、やろう。はぁ。ほら、それでは、いざ、はぁ、はぁ、はぁ。あぁ。何が遊んでんだよ、こんなもん作ってんだよ。何作ってんだ、これ。バカタリが。何でおめえ仕事ができねえんだよ。こんなでっかいもんだ、頑張りなさいぞ。あ、め、めまいってんでね。あ、あ、花、花やめてくれ、花は。自分だって。この野郎。痛いでしょ。もう許せねえの。何もやねえのお前。何やお前、何もやねえのお前。何やねえの。何やねえの。何やねえの。いいだな、こら。ほら、聞くな。もう他の仕事に変えよ。変えなきゃ、変えなきゃ。アルバイトね、鈴鹿みたい。あっち。どっち。あっち。ページ制、働きながら勉強をする立派なことです。起立。礼。こんばんは。こんばんは。はい、あの、寝かしておきなさい。仕事が昼間大変だったんでしょう。着席。はい、では早速授業を始めましょう。はい、どうぞ。どうもどうもすいません。おー、高いんじゃん。どうだったんだろう。
ええ、今日の出前多かったもんですから。大変だな。はい、席について。いや、しかし諸君は偉いな。昼間仕事をして夜勉強をする。いや、教えてる先生もな、大変にこれは誇りに思ってるぞ。うん、頑張るようにな。はい、高木君。はい。では19ページを読んでもらおうか。はい、うん。三四郎が東京で驚いたものはたくさんある。はい、はい、はい、どうぞ。あ、どうも遅くなってしまいました。遅かったじゃないか。結婚式はいつもよりミクの多かったので、すみません。ミクの多か。はい。結婚シーズンだからな。本当なんですか。はい、ご苦労さん、ご苦労さん。どうもすみません。どうもすみません、皆さん。はい、どうもご苦労さんね。はい。早速だが、中本君。はい。19ページ読んでもらおうかね。はい。19ページのどこですか。はい、わかりました。はい。第一電車の中心の見て踊れ。仕事は終わったんだから、あまり勝負あけたさん。はいよ。わ。あと。いや、でも新庄遅くなってたから最後に。遅かったな。ちょい、建前がね、二つあったんですからね。建前が二つ。ずっと一つあったんですから、どうぞ。酒入ってんのか。ほら、ちょっとご機嫌だな。はい、ご苦労さん。じゃあ、加藤君、19ページの3行目から読んでください。どうも、はい。はい。それが、そのチンチンがな。チンチン。ちょっともう、無理のようだな。いや、少しそこで酔い覚ましなさい。はい、はい、はい、どうぞ。そうなりまして、志村さん、遅かったですね。はい、最近日が伸びたでございましょう。7時前は出づらくてしょうがないです。それでは19ページ最初から読める人。不滅の男と言われたドラキュラは死んだ。不死身の男ドラキュラ、もう二度とこの世の中に現れることはないだろう。この街にも平和と幸せがよみがえるのであった。でもあのドラキュラ完全に死んだね。入ったね。本当に死んだのかな。本当だよ、あれ死んじゃったよ。どっかなとね。分かった、もういい。でも大丈夫、ドラキュラ死んじゃったよ。どこ、どっち死んじゃったのか。これからね、肝試しやりますからね。ここにね、兄ちゃんとね、秀美ちゃんが来ます。来ますね。脅かしてやろうな。言うのことやってね、脅かすべよな。まず一応先に案内しますから、教えますからね、どうやるか。これ、面白いと思うのに。本当のお墓ですからね、これ。お墓でやっていいですよ、これね。様子気味悪いの、本当に。
ここにいるだけでも気持ち悪いんだからね。なんか背中がね、こう背筋がこうやってきてる。ここで、あの、鳩が出ますから、ね。鳩が出ますから。あの、亀の鳩ですからね、ゼンマイのね、別に、別に怖くはないんですけどね。心配ですね、これから。これからがね、ここで女の泣き声が聞こえますから、ね、薬泣きですね。怖いですね、これから。こういう場所でね、ああいう声ってのはね、そうそうそう、気がありません、心臓に、本当にね。ここにお墓が聞こえます、ね、どうも。分かってても、なんとなく気持ち悪いのね、本当にこう。この、倉さんがね、なんともね、このお墓で。初めてのロケーションだからね、怖くてしょうがないやね、これ。頭の上、この野郎。これゴムの指ですからね。ここでずっと行って、ここでなんだっけ、あとなんだっけな。おい、なんだよ急に。なめくじだよ、本当の。なめくじ。これ首がもうちょっと下まで、その辺まで、この辺まで来てください。はい。でね、一応これで最後なんだけどね。最後で。加藤さんね、うん、最後お化けになってその墓の後ろから脅かしてくれる？私が？その後ろから。お、いいよいいよ。ね、こっち出てくるから。今後連れてきて。うん、後ろから。後ろから待ってね。ね早く来てくれよ。大丈夫大丈夫。気持ち悪いからもうこれ待って。大丈夫大丈夫。じゃあ呼んでくる、呼んでくるから。それではこうご期待。なんて。長い女の子が驚くってのはいいもん出てくれる。はい、はい、どうぞこちらでございます。あ、目つぶっていこうかな。はい、こちらでございます。どうぞ。目つぶってくれよ。怖い。どうしよう。大丈夫です。え、今すぐ案内しますからね。はい、どうぞこちらでございますよ。おばあちゃん絶対離れないでくださいね。え、大丈夫ですよ。はい。もっと前へ来てください。いいですよ。いいですよ。もう怒ってんの。もう。明るいんで大丈夫です。泣かないでね。よし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 。よしよし。おめえか。おばあちゃん。元気がいいですよ、おばあちゃん。今すぐですか。もうすぐ着きますからね。もうすぐ。はい。本当にカエルも出るみたいですね。そんな怖くないでしょ。大丈夫、ね、一応以上で終わりますから、ね、でも怖かったですね。もうないですね。でも早くしないと。こっちで見かける光景です。
どうだ加藤さんじゃないですか。どうもどうもどうも。あ、諸君。あ、加藤君のお父さんだ。ほら、どうも。どうも、あれのことでね、どうも。どうも、どうも、どうも。志村君、長本君、高木君。どうも、どうも。あの説はお世話になりました。いえいえ、ありがとうございます。大変だったですね。なあ。今日はどういうご用件ですか。はい、まあ、せがれがですね。ああ。この忘年会を先生ね、この楽しみにしておったんですよ。あ、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね、そりゃそうだよ。で、まあ、なんですが、そのせがれの代わりと言っちゃなんですがですね、私が代わりに今日来たんです。じゃ加藤君の代わりにお父さんが忘年会に参加していただけるってことで、いいんじゃないかな。いいじゃないですか。ちょっと逃げようかと。いや、どうなさいますか。どうぞどうぞ。大変ありませんか。大変ありませんか。あのね、せがれさんが交通事故で亡くなってね。お仕事でさえねえからね。全部そこだった。まあ、お父さんね、今日はもうわーっと賑やかに騒いでね。もうそれがとりあえずですから、この忘年会のね。お願いしますね。パッと逃げようから行きましょう、これ。しまるん。はいよ。いさまい。シーさん、いつものやつ上手。よっ、やったね。志村さん、うちの手紙がね、本当によく言ってました、志村さんのこと。仲良くてね、やってね。あ、そうですか。おい、安くじ。はいよ。金城なあ金城仲のいい人だったもんな。あ、では私はこの辺で終わりということで。いや、いや、そこ困るんです、しまし。あとは、あたんたちで、あれあたんたちで、もう終わりですか。いやいや、そうそう、見せる見せるな。では、中本君、宴会ってもらおうか。そうですか。待ってました。宴会の宴会。得意の宴会をしてるぞ。どうもすみません。よっ。いきなつろべえみこしの回り。かたんなかたんのあらいな。うるさ。死んだはず。あれ、マジョ、加藤君の渋いのを聞かないと終わらないよ。よし、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 よお父さん、車買ってやったばっかり。お父さんってば、エンジンの音が悪かったって言って。何て言うか、そういう。何だ、知ってくれよ。あ、もう終わりですか。どうぞすいません、賑やかにやってください。そうすると、せがれの本よりも組みますんで、どうぞお願いします、バッと。ここは、この辺、開き開きにして、水換えて。だいぶ時間も経ってでございますので、一つ本年の我が社の忘年会はこの辺でお開きということにしたいと思いますが、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、お父さんそういうわけですから、今年の忘年会はこの辺でお開きで、良いお年をどうぞ。次回の方はどうなっていいですか。短いの方はどうっていうの。短いの方はどうですか。
私目見てないとこ、ただこうやってやっただけで、私見てない。いや、違う。あの、実はですね、あの、毎年確かに、あの、二次会やってるんですけども、今年ちょっと予算の都合でね。まあ、そう。金が全然ないんだけどね。まったくないよ。もう、経営にもいいとこでね。こうしましょう。そういうわけですから。二次会はね、私の知ってるとこ行きませんか。私、あの、会費全部持ちますから。そこあの周りは広いしですね、それからあのガンガン騒いでも平気ですから、どうですか、私もこう陽気にバッてやりますからね。会費は、会費は私持ちます、全部。いいんだよ、いいんだよ、会費持ってたといいんだよ、いいんだよ、お父さん行きましょう。ねえ、決まった、決まった、お父さんのおごりで二次会だ。お父さん、どこ行くんですか。青山墓地です。いろんな仕掛けを組み込んだ変わった建物、すなわち忍者屋敷。ここは忍者屋敷だからな。はい。何があるか分かんないから、はい、慎重に行け。慎重。入ってます。どうなってんだこの壁は。ふわ、俺はちょっと裏調べるから、はい、お前この辺調べろ。わかりました。あれ兄貴、兄貴、今度はこう開くんだよ。忍者屋敷だから気をつけろっつってんだろお前。この紐は何だ。気をつけろ。危ない、逃げろ。危なかった。誰かが命を狙ってんだ。危ないな。この紐は何だ。え、逃げろ。岩が起こってきた。まだ紐があるぞ。紐もういいんじゃないですか。逃げろ。口にます。口は危ないって言ったの。こっちの方が良かったのか。あの鼻生えちゃった。もう一歩ある。逃げろ。大丈夫だよ。はい、ほら、あの、板掘ってくれや。板かい。板取ってくれ。はい、はいよ。よいしょ。行くよ。はいよ。はい。バーター。届かないよ。ちょっと待ってちょうだいね。バーター、ほら。はい、はい。よいしょ。バーター。行くよ。バーター。はい。バーター。投げてもね、そっち行かないんだよ。持ってらっしゃいよ、ばあさん。私、はしご登るの嫌いなんだよ。そんなこと言ってないでさ、早くしないと台風来ちゃうからさ。じゃあ行くよ。早くほら。ばあさん、はしごこっちだと。私、はしごはあんま好きじゃないからね。大丈夫、気をつけなさいよ。気をつけなさいよ。ほら、ばあさん。しっかりしろよ。じゃあ今からね、屋根の方からね。そこ危ないよ。よいしょ。
した。よし。よいしょ。ほら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 。バカ。バカ。落ちるよほら。大丈夫だよ。バカ。なかなか面白い。じゃあ行くよな。いいよ。いや。え？もういいよもういいよ。え？ああ、まったく。よくやぞ。よくやぞ。よくやぞと。疲れるよ。大丈夫かじいさん。何が？こんなセット作ったんだろうね。ここにはあまり長く住みたくないもんです。すなわち病院。どうですか、加減は。ちょっと熱があるみたいなんです。熱が、それ手術の後だからしょうがないけどね。もうちょっと心配。どうせ熱が出るの後で。はい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 。おい、誰だおい。整形外科の前、患者がいるぞ、ここに。お宅の盲腸？はい、手術したんです。ちゃんとお金払ってもらうからね。熱一応測りますかね、ちょっとね。はい。すいません。可愛い口してる。なんだよ、うるせえな、おめえは。熱があるみたいなんですけど。知恵熱か。あ？熱ねえよ。大丈夫だよ。測るのどうしても。はい。ケツ出して。どうして私だけケツ出すのお前のその口に体温計何本入ると思ってんだ、おめえ。200本も入るぞ、おめえ。分かった、分かったよ。無理よ、これで今。じゃあ、違って。はい、はい、ちょっと熱拝見しますよ。平熱みたいですね。なんだっつんだおめえ。俺の名前呼ぶなバカ野郎。熱か、どれ。摂氏20度。すいません、小柳さん、ちょっと脈拝見します。泣かなくてもいいんですよ。脈してこっち。右左同じ。なんだっつんだよゾンビ、お前は。何？膜を何？脈？うん、脈は止まってる。盲腸の場合はですね、はいはい、手術1週間ぐらいに、ま、ガスが出ればすぐ退院ですから。はい、はい、出そうですか。はい、どうぞやってください。はい。なんだっつだおめえは。何の用があんだよ。あ？だけじゃねえぞおめえ。なんだっつだよ。あ？いつ退院できるんですか。へえ、垂れりゃいいんだよおめえ。へえ、垂れりゃ。やろう。先生。あんだよ。出そうです。やめろよ。へえ、すんなおめえ。へえ、すんなおめえ。あ、出ちゃいます。それ、盲腸以外になんか違う病気持ってるような。あらだっつんだ。やっぱりゾンビだ。じゃあ、いらっしゃいませ。ここ、いっぱい飲み屋さん。そうです。営業してますよ。あ、そう。うち年中無休ですから。いっぱい飲めば。どうぞどうぞ。どうぞお座りください。あ、そう。はい。
あ、ごめん、あ、ごめんなさい。どうぞ、ここお座りください。ここに座るんですか？すいません、椅子がないもんで。さっぱりしてますね。はい。主人が死んでから、お客さんがぱったり来なくなりまして、私一人で頑張って。商売って難しいですね。でも性格が明るいから、それだけは取り柄で。まあ、頑張ってください。ね、ありがとうございます。じゃあ、ビールもらおうかな。おビールですか、うん、はい、おビール。ビールよ、ビール。お待ちどおさまでした。あ、すみません。今すぐ、はい。はい、どうぞ。どうぞ。あのビール。ぬるいね。ぬるいですか、うん、自動販売機故障してんのかしら。自動販売機、いやいやいや、違うんですけど。ぬるかったですか、すみません。あ、じゃあいいや。お酒にしようかな。日本酒ですか、うん、あ、日本酒は缶と冷やと。冷やでいい。冷やでいいですか、うん、はい。日本酒ですね。ねえ、日本酒を。日本酒ありました。はい、どうぞ。お待ちどうさまでした。はい、どうぞ。手怪我しないようにしてください、ね、大丈夫ですか。はい、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 なんかおつまみあったら。おつまみは今日は枝豆と薬効だけなんですけど、いつもずらっとあるんですけど、今日2つだけなんです、すいません。あ、そう。じゃあそれ両方ちょうだい。枝豆と薬効両方ですか。そう、両方。はい。あれ、おばあん、ありました。毛玉のとフラッグです、どうぞ。はい、頭どうしたんですよ。髪の毛が高く売れたもんですから。どうぞ召し上がって。お母ちゃん。あんたよ、お腹すいたよ。お客さんだからもう奥行ってない。奥へ、お尻の中入ってよ、お尻の中に。お腹すいたよ。3日前に飯食ったばっかするわよ。だからちょっとお箸もらっていいですか。いいですよ。すいません、ちょっとちょっと味だけでいいですか。ほらほら、食べすぎじゃないよ。箸を食うばかどこにいんだよお前は。お前早く食べたいだろ。じゃあすいません。僕これよかったら食べる。はい、食べる。芝居もらったからすいません、いいですか。いいですよ。手を出すんじゃないよ、みっともない水着じゃないでも。はいはいはい、すいません。待ってもらう。いいですか、すいません。いや、俺、ありがとう。ありがとう。おじさん、ありがとう。お豆腐食べてって。お豆腐があんな味がしたの。あ、すいません、おかわりもらえますかね。はい、おかわり食べてみますか。もう一杯だけ。はい、お酒でいいですか。お酒でいいです。すいません、枝豆え、お願いします。まだ取りますか。今さっきやっちゃったから。
すいません。私買ってもらえません？2000円で買ってもらえません？あんた、やだよ。もう売るもんないんです。すいません、2000円でまた私使いますから。やだ。さっきのこと、なるほど、なるほど。2000円で買って、お願いだから。なんだろうな。慶長19年4月、宮本武蔵は佐々木小次郎と生死をかけた戦いをいたします。おなじみ巌流島の決闘。小次郎、待たせたな。遅いぞ武蔵。場面がいいっす。受けてみろ。ほりゃてみろ。あやちょっと待て。未熟者めめ。行くぞ。おあやなるほど。未熟者。行くぞ。武蔵覚悟。ああ電柱でござる。電柱でござるぞ。待てお前、どうってお前さっき出てくるまでこのバカお前は下がってバカ覚悟や吉村のこつ棒取れもい。こんな話があっていいのか。おまけ。包丁はもちろん、お寿司を握る手も大切な道具となります。よろしい。いらっしゃいだめ、俺だよ。あ、おはようだ、どうも、おはようございます。掃除終わったか、掃除は。え、一応全部終わりました。おい、しげり。え、お前の給料決まったぞ。あ、いくらすか。お前の給料は下駄だ。下駄だよ。いやだ、俺下駄なんかもらったって。下駄もらって何するんですか。バカか、お前。はい、寿司屋の専門用語もっと覚えろ、お前は。だって下駄でしょ。世間と違うんだ、数字の数え方が。寿司屋の場合は1がピンな、2がリャンコ、はい、3が下駄っつんだよ。だからお前の給料は3万ってことだよ。まあ、3万下駄っつうんですか。3を下駄っつんだよ、覚えとけ。4は何ていうんですか。ハイヒールだよ。ハイヒール。5はブーツだよ。ブーツ。6は考えてねえよ、そこまで。この野郎、うっせえな。まあ、よくそういうデタラメが出るね、ポンポンポン。寿司屋は5、全部5で済んじゃうんだよ。あ、そうなんですか。ご自由よ。はい、ちょっとお前、上がり入れてみな、上がり。上がりですか。上がり入れてみなよ。上がりってなんですか。お茶だよ、お茶。上がりってんですか、これ。そう、覚えてくれちゃったな。はい。上がりをつけましょう、ボンボン。待ってやれよ、お前ら。はい、お待ちします。お前、田舎どこだよ。私ね、福島なんですよ。なんだこれ。お茶です。これお茶パって言うんだよ、これは。お茶パって言うんだよ、これは。どこの筋合いでこれもと飲ます場がどうなろう。お湯出さなきゃしょうがねえだろ、お前。あ、すみませんでした、どうも。そんなに無気になって怒ることはないですか。お前、口軽かくなろう。いや、言いますから、お願いします。さっきお湯入れたんですよ、お湯入れるんじゃなかったっけ。まずいよ、お茶だってば。実はまずいからな。あ、そうか、それ覚えてるから。はい、わかりました。あがりがちらほだ港。はい、どうも。いや、お前、その上に立ったの、これ。はい、お茶っぱが浮いてんだ、お前。こんなにお前は。お前、お茶の入れ方知られるか、この野郎。いや、お茶入れる。すいませんですか。いや、お茶こぼしちゃったですよ。もっとこれでいい。寿司屋と行きなれ、行きねよ。はい、すいません。こうだろ。はい。持ってくんだろ。はい。ここによ。ええ。ここにな。どういうんだ、これ。こぼしてる方が多いじゃないですか。お湯をたっぷり使うんだよ、俺たちに。どういうお茶だよ。はい。まあ、まあってのは何すかそれ。うちのお茶っぱまずいね、はっきり言って。まずいでしょ。お茶なんかどうでもいいんだよ。問題こっちだからよ。そうです、これです。はい、まあ、そのトロちょっと切ってみな。包丁の使い方教えてからよ。私いいんですか、これ。うん、ちょっと切ってみな。あ、そうですか。気をつけろよ、刃物だからな。はい。
包丁を使うようになると一人前だって言いますよね。そうだよ。ああ、そうですか。はい。なおお。いおお。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 いおお。いや、いい。バカだ、おめえは。そんなお前武器取り来てどうすんだ。寿司屋もっとお前いらせにやるよ。かっこよくよお前こうだろお前こう。これゆっくり手元ゆっくり返したらないよ。薄くうちは薄く薄く何でも薄くもう2ミリぐらいね。はっきり言ってそれ喧嘩の喧嘩だよ。かっこだよかっこ。かっこなんですか。ちょっとお前握ってみな。あ失礼します。あはい。これが好きな刃物で何やってんだお前。どこ握ってんだお前は。いや握れっちゃうもんすから失礼かなと思ったんですけど握ったんですけど危ねえから危ねえから危ねえからやめてくださいよその刃物で。俺のこと取ろうかお前。うるせえなお前。これを寿司握ってみろってんだこの野郎。あ寿司握るんすか。言ってみろ。よかったら寝下層ぐらいの大きさですかね。したまったくもうこれがな、はい、このようにさっていうのが残ってる。あ、クソクソクソバカ野郎、寿司はどこで寿司を踏んだかの野郎。親方、その包丁で殴るのやめてくださいよ。そのたんび剣がバラ落ちるんだから。このわさびのことを涙っちゅうからな。あ、涙これが紅生姜な。はい、お待ちしました。ジングルーバー知らねえよ、ね、名前俺は昔ね、ドラムで毎週がいたんすよ。お前、遠足行くのか握りっちゅうから私握った。そうじゃねえだろ、寿司屋の場合は場合お前、よく見てよ、お前なんか怒ってばっかり。こう手締め出すだろ、はい、十分に、はい、グッと握るわけだよ、こうやって、はい、あとぐーっと力入れるの、ぐーっとこうやってこう指輪が出んだろ、これがいいんだよ、お前こうやって動くんだよ、そのところこうやってピタッとな。あとこれこう上からちょっとこう気持ちだね。なんか腹減ったな。腹減りましたね。寿司行こうか。行きましょうか。はい寿司行こう。この店まずしてよ。まずって。あとで主人が俺だからよ。どうもすみません。座禅、精神を統一し、そして無の境地を求めます。かつごじゃ。修行中に居眠りなんぞとはもってのほか。はい、すみません。雑念をば打ち払い、無の境地じゃ。はい。はっ。雑念を打ち払い、無の境地。それが僧の修行じゃ。無の境地。なんだあれ。修行が足りぬわ。修行が足りないから痛いのだ。私のように修行を積んでおれば痛くも痒くも何もない。修行が足りぬわ。申し訳ございません。若者、修行をしろ修行を。バカ者、私は修行を積んでおるから痛くもないわ。バカ者は。僧侶様。なんだ。田舎から送ってきたよく冷えたスイカです。よろしかったらどうぞ。これはすまんな。ありがとうよ。どうもすみません、どうも。かわいいの。キリンレモンですか。突然を打ち払え。あ、すいません。どうもすいません。じゃあいただきましょう。熱っ、熱っ、熱っ、熱っじゃない、熱っ、いや、熱っ。マジ。修行中だ。お前は修行終わってからだ、バカ者は。はい。修行しろ。はい。うん。ゆでてうまいね。うわ、何いただきました。痛いっちゃう。修行が足りんわ。修行が終わっ
ってくれた。はい。スイカです。バカ。忘れろ。はい。ここに痛い。キス。背中が痛い。そうか。はい。修行必要だよ。はい。バカやる。当てたふりをする。七流の層を当てたふりをするんだ。バカ者、修行しておれ、修行。はい。パッ。バカが。用意しておれ。はい。あっ用意しておれと言っただろうが。おとりを使う。やかましい。座っておれ。修行だ修行。笑ってはならぬわ。無の顔だ無の顔。無の顔。そう。それが無の顔だ。修行しておれよ。無。足りるそこに座れ。あ、もったいないことをしよって。修行の日本語見せてやる。は、何事も考えず。はい。中に女は必要だ。はい。はい。なんだおめえたちゃん今日の稽古は。ああ。なるほど。なるほど。はい。なんでお前はこう脇が甘いんだ脇が。はい。おい加藤。はい。もっと突っ張る突っ張る突っ張る。はい。高木、はい、てめえ立ち合いをもっとしっかりして立ち合いを。いいか、はい、ちょっと待て。相撲取りってものはな、はい、体が資本だ。体をでかくでかく作れ、でかく、はい、飯をガバガバ食ってできる体作れ、はい、飯を食うのも稽古のうちと思えよ、はい、苦しくても我慢して食え、はい、勇気、はい、スタイルメグダちゃんとやりやすい。えちゃんとやりやすい。こういうこと。なんだ。飯もありません。あれ。どうしよう。志村。うっす。ちゃんこどうさえ。うっす。ちょっと大会した。ああ。なんてことするんだ。やろう。
あんたこの野郎どうもこったんです。サウナで汗を、汗への活力、パワー作りにいいそうです。召集令状、その陰には悲しい別れがあります。召集令状さえ来なければあなたともっと一緒にいられたのに。どういうこと。あなた、あとは頼む。人張りか。ありがとう。ルミ子。あなた。じゃあ行ってくるぞ。あなた待って。これ持ってって。お前の写真か。待ってこれ持ってって。千
怖くて当たり前になってるぞ。ありがとう。ルミコ。あなた。ちょマジだって。いいな。じゃあ行ってくるぞ。あなた待って。なんだ。これ持ってって。ハンカチは必要ない。ハンカチは必要ない。じゃあ行ってくるぞ。そこで転んじゃってよ。転んなかったの。ほらやっぱりハンカチがいるんでしょ。遊び、ちょっとお金がかかるお遊びです。こんばんは。おー、来たか来たか、よし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 、来たか来たか、こんばんは。なんだよ、おめえは誰が呼んだんだよ、おめえ。相変わらずかわいいな。なおやっこでございます。分かっているうぜや。誰が呼んでるおめえのことを。ああ、かわいい名前は泉ティム。ありがとう、シーさん。シーさん、なかなかいいな。ゾクゾクって言ってね。自分で分かっちゃう、私は。シーさん、名前呼びじゃねえよ、おめえは。ああ、おっかねえな、おめえのことは。名前を寒気すんだ、寒気が。シーさん、ああ、よくじゃねえよ、なこと。シーさん、もう一ついかが。そうか、言わせて何とかしようと思って。おっと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 。ああ、うまいんでないか。うまいのよ、やっぱり飲み飲み飲み。エビさん、大丈夫だ。グッとけ、グッとけ。かわいいな。はい、ごめん。そうか。はい、ありがとうね。どこで飲んだの？これか？これか？あー、うまいな、お前の滝は。あんだよ。まずいな、お前の滝はな。飲むのかよ。なんでも息してんのよ。タン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 。僕も隙間がねえじゃねえか。なんでもまずいな、おめえの酒は。ねえ、シーさん。あんだ。今度二人きりでどこか行きたいわね。いいな。じゃあ今度土曜日箱根かどこ行くか。シーさん。あんだよ、お前。あ？あんだっつうのよ。今度二人で。どこか行きたいわね。そうだな、たまれんだな、おめえとはな。なかなかいい匂いして香水が。ん、今日やっこれ買ってきた、ネックに合うかな、指出してくれ。いいの、シーさん。なんでもいい、高橋、1000万だよ、飲むの。なんだよ、だからくせえな、おめえ。はい、終了。でもそれやだ、ほらな、キムコジャイアントスーパーだ、スーパーこれ、ちゃんとあちこちつけてよ。あ、くせえのよ、あんだらじゃないけど。あんだっつうだよ。あんだよ、だから何、おめえ、かつら似合わねえな、おめえは。誰の軍団だ、それじゃあ、お前。ジムさん、かわいってな、しょうがねえべ、お前。こっち顔落ちちゃって可愛くて、お前全部顔だもん。おかねえんだ、お前のはよ。
顔見りゃしょうがねえべ。だっていやいや、それじゃね、キスしてごらんなさい。おいしい。マジ。いよいよ本日をもって君たちが当刑務所を出所することになった。いや、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございました。絶対にもうこれからはこういうところに戻ってこないように。いいね。はい、はい、じゃあ早速ね、入所当時の服装に着替えて集まんなさい。はい、はい、はい、ああ、ありがとうな。ああ。はい、どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。高木君、もう君もそろそろヤクザ足洗うんだな。うん、はい、じゃあおめでとう。あ、うん、ありがとうございました。仇になるんだよ。うん、どうしようか。はい、ご苦労さん。はい、どうも長い間お世話になりました。ありがとうございました。赤本君だね。はい、君は洋服はどうしたの？お風呂入ってる時捕まっちゃったんですから。どうですか、ったのか。はい、あ、以上おめでとう。はい、ありがとうございます。風邪ひかないようにね。はい、うん、イエッ、元気やな。イエッ。はい、どうぞ。どうもありがとうございます。あ、加藤君か。はい、なんで着替えないんだ。あの、脱獄中に捕まったもんですから。どうも、何だ君は。脱獄中に捕まったもんだ。はい、そうなんです。どうも。そうなのか、はい、いや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 。じゃあまあ、その脱毛の部分もう一遍入ってもらおうか。うん、脱毛な。ね、はい。どうも長い間お世話になりました。志村さんかな。はい。あの、君はいつ捕まったんだ。私、あの、関ヶ原の戦いの時捕まりましたね。まだやっててないかい。この、この。もしもし、もしもし、大至急私のとこへ医者を頼む。はい、どうもおかしい頭。修行僧、無の境地を求め滝に打たれます。ごちそうさまで。あの、場所変わってもらえませんか。ようござんすよ。すいませんね。はい、すいません。どうも。はい。ノー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 、ごちそうさまで。はい、もう一回場所変えてもらえますか。ようござんすよ。すいませんね。はい。すいませんね。お待ちになってください。入りません。ワン、うん、ジンのオッポラオポトオポンドスパンパンラオカンラブラッグオッポン。すいません。何ですか。お疲れ、場所変えてもらえませんか。
ようござんすよ。すいませんね、私は寒くて震えているのではない。すいませんね、はい、あれはもう三分なかったもん。三分なんで俺は出ねえんだよ、バレろ。あっ、待った。これは切れたぞ、これは切れたぞ。お若いのにお気の毒に、本領を連絡。おとぎ話でおなじみの桃太郎、犬猿キジを引き連れ勇んで鬼退治に出かけます。私は日本一の桃太郎である。これから家来を引き連れて鬼ヶ島へ鬼征伐に行く。集まれ。さあ集まれ。よし、これからお前たちは鬼征伐に行く。頑張ってもらいたい。猿、キジ、犬犬は一匹でいいんだ、一匹で。いくら余ったの？一匹引っ込め。お金はどうなの？お金は。ほんとバカ、お金もらえると思ってんのか、バカ者。やらせてくれよ、なんか。いいよ、やんなくていい。やらせてくれよ。私のも予算があるんだから。引っ込め。おお、引っ込め。集まれ。バカ者、桃太郎にダチョウがついてくるか。バカ、何かやんないと。バカ、集まれ。なんだこれは。ペンギンよ。ペンギンが出てくるか、バカ者。切れ切れ切れ。集まれ。まれ、時間がない。なんだよこれは。何の時代は。集まれ。止まれ。桃太郎さんを初めつけたきびだん。なんだお前は。桃太郎。桃太郎は一人以来。うわ、運動きてるぞお前。随分違うぞおい。皆の者、出発するぞ。地面の湿気から逃れるために高いところに住むようになりました。すなわち高床式住居。正義の味方、ターザン強い。ロープが短かった。ターザン運動神経鈍いよ。こんな方法はいかがでしょうか。はあ、鍵開いてんじゃねえかよお前。開いてた。不用心だよ。泥棒でも入ったらどうすんだよバカ。泥棒入ってるかしら。泥棒入ってないよ。いない。鍵ちゃんとしっかり閉めとけって言ったろお前。ちゃんと閉めてるか。ほら、さすが今日はよく歩いたな。疲れた。
かれちゃったわ。デパートってなんであんな混むんだろうね。ほんとすごい混んかったね。今日平日だろ。そうなんでも暮れが近いからかしらね。ちょっとビールくれ、ビール。ちょっと待ってね。ビールあるんだろ。あるかしら。ちょっと見てくる。あー疲れた。あったわ。あ、貸してくれ。よかった。冷えてるわよ。うん、はい。結局何も買わなかったじゃない。そうだよね。人ばっかり見てよ。よし、はい、お疲れさん。疲れたな。はい。うちが一番いいな、のんびりしてな。ほんとね。あ、おいしそう。ちょっと。ちょっと。誰よ、今の。何がよ。誰なのよ。知らないよ、あんな人。知らないってそうやってごまかそうったってそうはいかないわよ。知らないよ、お前。俺って今初めて見た。いつもそう言ってね、知らないってごまかすんだから、今日はそう。信じてみたんだよ、俺だって。ちょっと。君、ちょっと。あなた。何よ、お前こそあんな男を作りやがって。そうじゃない、知らないのよ。なんだよ今の男。知らないっていうのは、私の男が勝手に入ってくるか、バカ野郎。お前、私は全然見たかった。あれ、おい、どこの前で説明してちょうだい。説明してちょうだい。あんな若い子どこで。知らないよ、俺だって今初めて見たんだから。初めて見た人がああやってね。あの人のうちで、ちょっとねえ、ああいう趣味だったのか、この野郎。趣味だったのか、バカ野郎。ちょ、私は知らないの。知らない奴が黙って人のうちの便所借りんのかよ、お前。見たことないわよ、私。あの人を切るんじゃないよ、お前は。知らないって来てないわ、私。知らないもんね。やがって。おばあさんダメだよ、ちょっと。ちょっと、印鑑。ちょっと。おばあさん、ちょっと。聞こえないの、ちょっと。おば。人んちの通帳を打って。ちょっと、おばあさん。悔しい。あんな年寄りまで、あんたって人は。あんなもの、年に見栄えがない。できるわけねえだろ、バカ野郎。あれをどうしろって言うんだよ、お前。俺は見栄えないんだから。見栄えじゃないよ、バカ野郎。落ち着けよ、お前は。なんだ君たちは人のうちで。お邪魔しました。ビールまで飲みやがって、この野郎。どうもすいませんでした。極まったら二度と寝ろ。寝ろ。もっと自分のうちが欲しいの。乗っ取った戦い、つまりスポーツです。ここではボクサーの過程をちょっと覗いてみましょう。ただいま。おかえりなさい。天使入場。何やってんだお前は。何やってんだよ。あなたの仕事を少しでも理解しよう。分かったよ、その気持ちは分かったよ。うちに帰った時ぐらいもっと楽にさせてくれよ。ご飯にする、それともお風呂にする、それとも寝る。なんでお前最後のそれをいつも言うんだよ、お前は。だってそれは減量にいいでしょ。減量減量しすぎちゃいけないんだよ。飯にするよ、飯に。どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。何すんだよ。避ける練習。いや、避けるって。飯食う時ぐらいでいいんだよ、その仕方って。だって本当の。理解しようと思う。
わかったよ、わかった。お前と結婚してから奥歯がボロ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 抜けたんだよ。余計の練習すればいいんだろ、余計の練習すれば。ボン。スイちゃん、あなたご飯おかわりする？それとも寝る？試合前はそれが一番悪いって言ってんだろ。何が？あなたはそれでいいかもしれない。私が我慢できない。お前お前ちょっと我慢しろよ、だから。もうお飯いいよ。お茶くれ、お茶を。どういう生活なんだこれは。なんでそれ持ってくんだよお前。出したお茶は飲むんじゃねえかよ。じゃあ、あなたの仕事。わかった。これお前会計が立ててないんだから。あーもう頭がわかんなくなっちゃったよ。お前と結婚してからねダウンばっかりしてんだよ俺は。それはいけない、寝る。寝るよ。なんだこれ。わかったわかったわかったから寝るよ寝るよもう。こんなもの。バカ。さあ今日は寝るぞ。よいしょ。第一ラウンド開始。ダウンしてるよ、ダウンしてるよ。じゃあ終了。明日出しだ。生活をどう思う？ここにもリングがある。怒り上も泣き上もそして笑い上もどこにでもいる酔っ払いの代表的なパターンです。ただいま。よいしょ。あ、帰ったぞ。おかえりなさい。 あなたご飯にするお風呂にするそれとも寝る。寝るって言うのよ。そんな挨拶があるかお前は。俺の顔の臭い見ればお前すぐ寝るっていうのやめろそれ。お前はだってあなたのことが好きなんですもの。分かるけどその寝るっていうのやめろっつってんだよ。だから今日は酒飲むぞ。お酒はビールにする、ウイスキーにする、それとも寝る。さあそれ寝るっていうの、それを寝ろっつってんだよ。だから寝るっていうメーカーの酒はどこにあるんだよお前は。だって昼間あなたがいないからとっても寂しい。寂しかったら自分の顔鏡映してあーって笑えばいいだろうな。今日はウイスキーだよ。はい、はあ、はい、どうぞ。私もいただいていいかしら。あんまり飲みすぎんなよ。はい、ロックだロックで。どうしたの？どうしたもこうしたもねえんだよ。会社行ったら今日よ、ちょっと計算間違ったぐらいで課長がみんなの前でバカだって言いやがってよ。頭きてんだ今日俺よ。私もね今日頭に来たのよ。何がだよ。あんたのパンツ洗ってたら臭くってさ。何で言ったってしょうがねえかよ。どうしたの。考えたら悔しくって、あの課長がやろ、あんなにこっぴどく言うことねえと思ってよ。あなただってね
あんなに臭くなるまで吐いてほしくないんだよ。今夜は飲もう。うちの課長よ、頭ハゲてんの。あんたのパンツさ、なんで臭いか分かった。うんこがついてた。俺が知らないうちに本当だったな。あ、のどちんこはね、ちんこだって、ちんこだって。ちんこなのに玉がない。うわ、おかしいのは顔だけじゃないの。貼るのはお前が貼るの。うわ、あ、今日は飲もう。いつもの、いつものやつやってくる。いつものか。うわ、これか。うわ、初めての夜を迎えます。結婚式疲れたね。そうね。これから末永くよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ジュッコさん、喉渇いたね。なんか飲もうか。いやだ、私たち今日から夫婦でしょ。だったらジュンコって呼んで。恥ずかしいな。呼んで。ジュンコ。なあ西村さん、僕らもう夫婦だよ。志村さんってのおかしいんじゃない。もっとそれらしく呼んでくんないかな。それらしくって三文字のほら。純子志村。分かってる、志村じゃなくてあなたって言ってくればいいじゃない。あ、そっか。純子あなた。何飲む。あの、ジュース。あなたは。そうだ、僕はビール飲もうかな。どうしたんだよ。ちょっとどうしたの。あなたがお酒飲むなんて知らなかったわ。いや、だって私たち結婚する前に秘密は持たないって約束してる。別に秘密じゃないよ。ちょっと相
私たちの愛はもう終わりだわ。お前さ、ビールの飲み屋で愛が終わりってちょっとオーバーじゃないかよ。ただ今日はどうして隠してたの。隠してんじゃない、ただ今日はおめでたいからビール飲もうかなと思う。普段は全然飲まないよ俺は。ビール飲まない、お酒なんか飲まないもん俺。本当？本当だよ。じゃあ秘密はもう持たないわね。ないよ、全然ないよ。はい、よかった。じゃあ指切りして。はい。酒は飲めないか。テレビ何やってんだろうな。ドラマやってるわよ。ドラマ？あ、野球やってんじゃないか。野球。野球。どうしたんだよ。あなたが野球が好きだなんて知らなかったわ。野球知らなかった。どうして隠してたの。いや隠してたわけじゃないけどさ。入ってもらいものね。私たちの愛はもう終わりだわ。お前どこ向いて喋ってんだよ。野球嫌い、野球嫌いよ。全然野球なんか見ないもん俺。本当お酒飲まないし野球嫌いだし。じゃあ指切りして。分かった。さてじゃあお風呂入ろうかな。あなた先に入ってて。お風呂はどこだ。後から来るだろ。どうしたんだよ。あなたがパンツ履いてるなんて知らなかった。どうして結婚する前に言ってくれなかったの。お前隠すって普通の人間みんなこうやってパンツ履いて隠してるだけど、僕はおかしくなっちゃうんだよお前。私たちの愛はもう終わりなんだ。パンツ履いてると愛が終わりか。お前いかがしろ。俺は寝ると思う。なんだよ今度は。なんだよ。あなたが寝るなんて知らなかった。お前ね、普通の人間じゃ寝るんだよ。夜なら寝るの俺ははっきり言うけど。愛ってもろいものね。私たちの愛はもう終わりだわ。そんな女とは知らなかったわ。土地のね、動物愛。ここでは動物園の飼育係の過程を覗いてみましょう。これなんだこれお前表の。新しくね買ったのよビリ。みっともねえぞあれお前よ。なんだこれは。いい加減にするよこれよ。今日買ったの。うん。なんだよこれは。だからよ。だからさ、あなたの仕事は何。何って動物園の飼育係だよ。私もね動物大好きなの。好きでも限度があんだろお前よ。だってあなたのお仕事を理解しようと思った。分かったよ。ありがとうよ、ありがとうよ。かわいいでしょ。うわなんだこんないっぱい買って。あなたのお仕事を理解しようと。わかるけどお前こんな動物いっぱい飼ってもう動物はお前猿一匹で十分だ俺は。それだ寝る寝るっていうそのコリを売る顔やめろお前は。よかった。お前はいいな静かで。飯だ飯。はい飯ですか。いっぱい買ったなおい。これなんていう名前だこれ。それはですねマルチーズですよ。じゃあ犬の名前だよ。猿です。その口やめろ。俺は犬かじゃあ。あ、なんでこうやって食うのか。ありがとうよ。おう、これで黒が本当にお前犬臭いぞこれお前。
たのよ、サルさんが。これはじゃああれか、鳥みたけチュン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 のものか。あーあなたの本当にかありがとうな。こんなで買う金があったから顔直せ顔を。ちょっと寝るから頭買ってきてあるのよ、そっちに入ってる新しく。あおい、ね、これがパジャマか。かわいいでしょ。かわいいってこれ着てねえのかお前。今日買ったの。あったかいことあったかいけどよ。あ？ちょっと待てよ。かわいい。これがパジャマか。なんだこれそもそもは。なんだそういうこと。やめろってな、そういうことは。やめろ。お前とはもう離婚する、別れるぞ俺は。お願い、この先置いてってくれ。これだけは俺にくれ、返してくれ。なんてことした、おい、やめろ。ああ、たまる。ここに、私に、あ、どうした、乾杯、一応乾杯しますね。はい、乾杯。じゃあ、これで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 、はい、乾杯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 。いいもんだから友達が友達やっぱ一番いいね。やっぱりね、こうやってね、仲間で飲むね、酒はね、美味しいね。やっぱりね、まあ、何してんの。ちくわの友だよ、ちくわの友。行くわけないんだね。じゃあ、ね、言って仲良いからいるのよね。飲みな、飲みな、どんどん飲みな、ね、あのな、うん、よくちゃんと話聞けよお前。はい、意味が違うんだよ。なんで。ちくばの友ってなら、こういう字書くんだよ。ちくばの友。そうだよ、ちくばの友、ね、合ってる。合ってないじゃないか、これ。ほんと分かってないんだから、もう飲みな、これ、うん、ちくば持ってないの。ちくばで、ほら、ちくばの友で。なんだよ。起きて、あなた。なんだよ、どうしたの。あの、大変なの、また私遅刻しちゃったみたい。遅刻。寝坊だろ。遅刻は俺だろ、お前。もう一回、今そこからでいいから。あなた、どうした、起きて。どうしたんだよ。私また寝坊しちゃったみたい。ったく、もうしょうがないやつだな、お前は。何時なんだ今。8時半。8時半なの。会社が8時半からだぞ、お前。そう。バカ野郎、お前1時間かんだぞ、ここから。ごめんなさい。もうお前は。私ね、昨日引っ越ししたでしょ。だから、大変だったの、後片付けで。ズボン、ズボン。ズボン？早くズボンだよ、お前。会社送りたい、会社に。ズボンどこやっちゃったのかしら。あれ、布団の下に置いてあったの、ね。寝押したのか。そう。寝押すんの、立法じゃない。そうなの。なんだこれ、お前。ズボン。ズボンは分かってんだよ。寝押しって普通こういう風に線が入るんだぞ、お前。珍しいな、お前は。ごめんなさい。ワイシャツから、ワイシャツ。あの、ワイシャツはいいけど、よくないんだ、よくないんだよ。ご飯食べてください。飯食うから早く、ワイシャツだよ。だから、なんでこれ、こう貼っちゃって、お前。言ってもらえよ。ご飯食べてください。いいから、ワイシャツを早く出せって言うんだよ。ごめんなさい、私ね、洗濯して干すの忘れちゃったもん。挨拶は1枚しかないんだ、俺持ってんの。じゃあこれ着てください。これしかないから。はい、プレゼント着てるのか俺。そう。たくお前はだらしないな、お前。いいよいいよ、早くしろ、早く。時間ないんだからよ。はい、たくまー。ああ、もう絶対これ風邪ひくぞ俺。でしょ。でしょじゃねえよ。あ、冷たい、ほんと冷たい。おい、寝てくれ、いいもの。早くおい、はい、
靴下靴下え靴下靴下だよ早くしたよじゃああなた先に食べてて、ね、私騙しとくからねあもうおいあったよあったようわよかったねよかったじゃないよお前これから出しとってどうすんだよお前あわかめついちゃってもう大変ごめんなさいもう片方はどこ行ってんだよえもう片方じゃあ探しますねあぐじゅぐじゅうわ気持ち悪いあったよありましたうわお前どうしたんだこれなんか間違えちゃったみたいこれは履けねえだろ臭くてうんもうほらネクタイだよネクタイネクタイネクタイじゃんネクタイネクタイ早くしろよはいあ分かった絶対ありますこの中にほらえお前ぬかみの中につけてどうすんだネクタイをすっげえくせえキュウリが入っちゃってねこれ見てくださいねくせえよこれくせえよ本当に上着は上着上着は、ね、上着は上着は、まあ、引っ越ししてもさ自分の俺がぬかみそうぬかみそう嫌いかお前お大好き早くあちょっと牛乳と牛乳はよいしょおいあったよありましたこんなのよくできるんだこれ触ってくれ冷たくて冷たいですね喋ってダメだぞお前これあでも誰もこういうの着てないから着てないよ着れないもんだってこんなもんいいよ会社行ってくるぞ行ってらっしゃいもうお前はもうちゃんと整理すげえちゃんとはい今日日曜日じゃねえかお前そうみたいバカ最低だなお前な次は同じ夫婦でも小柳ルミ子さんと志村けんの何でも一緒な夫婦けんや見てるかただいまおかえりなさい今帰りました疲れたでしょう、寒かったもんじゃよいしょよいしょ喉が渇いたからビールでも飲もうかなはいねはい仕事の後のビール一杯ね手がなかなか出してビールさんビールさんいらっしゃいビール冷やしてたのよねはいはいいい音してる、はい、ねえ私も喉乾いちゃったビール飲みますかじゃあ私ジュースがいいそこに持ってくるあなた持ってきてすごいそこなんだからだって持ってきて嫌いなんでしょ私のこと好きだよ持ってきてよありがとう嬉しいなジュースちゃんいらっしゃいはいありがとうドド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 おしっこみたいねそれではいただきますいや何がだって飲み物が違うんですもんどれビール飲みたいんだもん私ジュース飲みたいのあんた嫌いなんでしょ私のこと愛してないんでしょジュースジュースジュース飲むじゃあジュース飲んで私がついであげるわねはいはいびしょ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 そのままでいいですよはい、はい、これで同じね、はい、乾杯あー美味しいわねおい、うん、お湯沸いてるガス止めてこいよ本当だ本当ではないよ止めておいてよ一緒に行ってガスもそこなんだからだって私ガス止めに行ってる間にもしものことあったらどうすんのよもしものって旅行行くんじゃないんだよだって一緒に行って私のこと愛してないんです行く行く行く分かった分かった行く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 愛してないんでしょ愛してるよ全部愛してるじゃあ、はい、左から一緒に足も揃えんのそうよ一緒に止めてくんなきゃいやはいじゃあ持ってはいパッチいやあダメ一緒に帰るって言ったじゃないじゃあほら行くよほらダメなんだよ帰るときは両足一緒にそうはい何でも一緒なんだそうよさあご飯にしようかなはいよし
じゃあいただきますよ。はい。野菜炒めか。ダメやん。何よ。だってあなた食べるの早いんだもん。何よ。愛してないんでしょ。昔買っちゃったわあなた。どうぞないよ。どうぞないよ。じゃあ一緒に食べて。はい。ね。はい。いただきます。いただきます。遅いでしょ。何これは。一緒に食べるよ。だからご飯ね。そしてはいはいはい。私は全然食ってないじゃないか。何ご飯は。そろそろ寝ようかな。こんなに早くから嬉しいよ。ねえ、明日何時？7時半だな。うん、じゃあいつもと同じね。そう、頑張るぞ。嬉しいわ。あなたの部屋はこっちですよ。パジャマはここに置きましたからね。おやすみなさい。また明日ね。一緒じゃないかよ。はい、ぞ。おい、新米。はい。あ、来い。はい。来い。お前何聞いてるんだ。今日はな、大工のな、基礎教えた、基礎。よろしくお願いします。頑張るよ。はい。いいな。はい。じゃあ、殴り持ってこい、殴り。あ？殴り持ってこいって言うんだよ、だからよ。殴り？殴るってのは専門用語で、トンカチのこと、トンカチ。トンカチ持ってこい、ほら。あ、トンカチのこと言うんですか？そうだよ。これが殴り？そう。はい。ちょっとそこ、あの、釘一本持ってみな。釘ですか？一本ってみな、ほっと。はい。ちょっと見てやるからよ。はい、すいません。そうじゃねえな、もっと大工さん、いなせにやれ、いなせによ、お前よ。あ、こうだろ、ええ、こうやったろ、ええ、もっとリズムカルに、こうやって、ほら。自分だけうるせえな、基礎が大事なんだ、基礎が。格好が大事なんだ、大工ってのは、バカ野郎。だったら、最初はいいんじゃない。これちょっと、あの、ノコでな、それ切ってみな。これ。これいいですか。切ってみな。はい。おっせえんだ、不吉とだな、お前は、この野郎。これ、歯があるから引っかかる。歯があるのか、これだけ歯が残ってんじゃねえかよ。もっと腰入れんだ、腰をこうやってよ。はい、あ、腰ガシってるんだろ、はい、ここ構えんだろ。フィッシュ、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 こう言ってんの。切れてないじゃないですか。あか、当たり前じゃねえか、歯が折らずやってんだもん。歯切ってたもん。汚いの、歯切らない。うるせえな、大工はそうなんだ、最近みんな。おい、そのカンナ、ちょっとやってな。これカンナ使ってみな、そう。これですか？これ削ってみな。はい。シャーってな。よっ！ほっ！何やってんだよ。おい！何やってんだよ。入った。立ち前に立てたから。それ歯が出すぎてんだ、歯が。だから引っかかんだよ。あ、入ってんだ。この時はここ結構高いでな。うるせえな。気持ちいいだろ？気持ちいい。歯が出すぎて、歯を引っ込むのかって、引っ込むのかって、引っ込むのかってな。ほら、歯引っ込めんだよ、こうやって。あ、こっちで叩くと歯だよ。ほんで、こういうだろ。はい。何やってんすか。口はもうズルズルになっちゃった。今のは歯を引っ込めすぎたんだよ、だから。引っ込めすぎ。この時は今度またこっちで出すんだから。な、ええ、歯出んだろ、ほら。あ、こんなもんだよ。はい、よし。お、この前こそですみたいな。どうしたの。歯が出すぎたんだよ、今よ。なんだかんだ言って何もできないんだよ、親方もね。なんだそういうことは。何もそういう言い方を促すんだ。俺は棟梁って分かってんのか、子供は。何もそんなにひどいことしなくさせんじゃないですか。お前、棟梁に逆らうってのか分かる。何だもんね、あの。僕らの言うことしなくさせない。な、うちってのはこうやって壊すんだよ、お前。大工さん、大工さん、大工さん、うち壊しちゃった。